こんにちはテンバーアカデミー堀秀夫です今日は好きな場所で好きな仕事をして自由に暮らすために Amazon 輸出がどのように役に立つかそれについてお話しますこの Amazon の FBA という仕組みはですね商品を送りつければですねまとめてね何百個と送ってしまえばあとは販売も集金も 梱包も発送も全部やってくれるという、えー、素晴らしいサービスです。これがなかったらね、えー、なかなか私も、まあ、旅行をしながら物を売るとかね、えー、そういうのはやりづらかったんですけど、まあ、今やこの AmazonFBA という仕組みをつかめれば、えー、どこにいても、ね、送ったものを Amazon が売ってくれるという、えー、非常にいい時代になってます。 でまあ、いっぱい稼いでもね、えー、自由がないと、えー使い、使う時間がなかったりね、まあ、使う時間がないならまだマシなんでしょうけどね、えー、稼いでるはずなのにね、家賃やら、えー、食費やら、えー、そんなすごいね、えー、ファーストクラスとかで、えー、5つ星ホテル泊まってるわけじゃないのにね、1年に1回ぐらい旅行いただけで何も残らんという、えー、方が多い。 のではなかろうかと思うんですけどそれでもね実は日本人の所得っていうのは、まあ、例えば年収500万だったら世界的に見ると、えー、トップ042%という、えー、すごい高級取りだとね物価の安い国なら贅沢できる金額なんですねでプラス日本人の持ってるパスポートこれは、えー、世界157カ国に、まあ、ビザなし あるいはね、事前の登録だけで入国可能という、すごい、ほぼ、ね、万能ともいえるパスポートですね。世界で5番目に、えー、入国できる国が多いパスポートというふうになってます。で、そのパスポートと所得のね、高さ、日本に生まれたという幸運をフルに活用というかね、有効利用するなら、えー、日本にあふれる高品質、低価格の商品を Amazon で売ると。特に、えー、今年始まる予定のオーストラリアで売ると、えー、非常に稼ぎやすい、えー、チャンスですで。例えばオーストラリアで売るとですね、オーストラリアがどういう人が参加できるかによりますけど、ある程度ね、えー、自由に参加できない解、えー、放具合だった時には、逆に参加はしにくいんですけど、参加すれば、えー、儲かると。 もちろんね、私のサポートを受けていただければ参加するようにサポートします。そうすると、ね、例えば年収2400万、オーストラリアドルで約30万ドルっていうのは、世界でトップ0.05%の高級取りと、まあ、こんだけ稼いでね、で、えー、どこの国でも入国できるパスポートがあるわけですから、そうするとね、えー、非常に 楽しい、特に旅行好きとか買い物好きにはたまらない生活ができるというような、えー、チャンスです。で、やることはね、a m a z の物販を始めてみるだけ、まあ。脱サラしての企業とかね、借金してフランチャイズで介入するのと違って何のリスクもないです、ねえー。もしもやってみたけどね、自分に向かなかったと言ってもね、えー、ちょっとのコンサルティング料と、えー、あと仕入れて販売した商品代。 ねまあ、せいぜいいぜボーナス1回分ぐらいですかねで不要品をいっぱい持ってる人はねそもそも不要品売っただけでね、えーまあ、その仕入れ代金あるいはコンサルフィーの一部または全部を払える場合があるんでそうなればねほんと何のリスクもないとで何のリスクもなく、ね、稼げるっていうのは、まあ、日本に生まれた、えー、幸運があるからこそなんですねで日本で商品を送って稼いでですね で、その稼いだお金で、えー、物価の安い国でね、えー、合流するもよし、まあね、えー、物価高い国でも今まで行けなかった国に旅行するもよし、あるいはね、えー、仕入れを兼ねて、まあ私みたくね、仕入れ先を探すというね、えー、のを兼ねて、旅行、気になってた場所に旅行してみるというのも、えー、いいかと思います。まあ、そういうね、まあ夢物語だよな。 まあ、夢物語ってね。いや私もね、今ね、まあ、そういう生活が当たり前になったんでね、あまり気づいてなかったんですけど、先日人と話してたらね、それはほとんどの人が憧れる生活ですね。堀さんの生活はほとんどの人が憧れる生活ですね。と言われてみて初めて、あ自分もそういえばね、えー、不動産の仕事やってて、毎日毎日ね、えー、アホみたく500本も600本も電話してね、はあ、その頃から比べると、まさに、 まあ、天国というかね、憧れですね。まあ、あの頃の私がね、えー、今の自分にあったら、まあ、憧れるどころかね、まあ、下手したらね、えー、妬みという感情も湧き上がったんじゃないかなってぐらいのことを、まあ、自分でやってるとで。そのためにね、自分でも言うのもなんですけど、思い切ったことはしましたけど、大したことはしてないです。ねまあ ネットで稼いだとか会社をね、起こしたとかっていう人の中には、まあすごい人がたくさんいますけど、まあ冷静に考えて私自身はね、あんますごくないんじゃないか。いや、むしろね、働く時間とかね、根性のなさ、それからね、お金を貯めて資金をたくさんね、えー、突っ込んで本気でもう終了すると、そういった点においては、下の下、えー、しょぼすぎるんじゃないかというような気がします。ただ、ね、 一つ良かったのは、その、どこで売ると効率的かね、何を扱うといいのか、それが自分自身がね、無駄遣いが好きだったり、買い物が好きだったおかげでよく気づいて、で、その時々にふさわしい、アマゾンであり、eBay であり、日本のアマゾンであり、アメリカのアマゾンで物を売ってきたから稼げたと。 まあ、さらに言うとそうですね、東京の不動産もいい時には稼いでましたけど、まあ、その時きね、おいしい、おいしい匂いを嗅ぎ分ける能力というかね、美味しい匂いを逃さないでいようという、その、えー、努力だけは、えー、結構人、えー、一,一倍やってたかなという気がします、まあ。そんな私が今、高らかにというかね、胸ときめく期待をしているのが、オーストラリアアアマゾン。ね これはね、物価の高い国でも平気で旅行行けるぐらい稼げるんじゃないかというふうに期待しています。まあそんな、まさに今ね、えー、これからビッグチャンスがやってくるっていうの分かりきっていて、そこでどう立ち居振る舞いをすればね、何を扱って何に注意すれば稼げるか、まあ、それまで分かっていて、えー、手スに、ね、引いて待っていると。まあ、こんな状態ね、今まで正直一度もないです。ね、ヤフオクも eBay も Amazon も今までの その取り組んだものはどうなのかなと思ってやってみたらね、ああいいじゃんって言って、そこから試行錯誤しながらね、やってきましたんで、正直ね、立ち上がり時期の一番美味しい時にガンという稼ぐやり方はできなかったですね。ところが、今回はね、オーストラリアアマゾンはそれができるという状態で迎えますんで、非常に楽しみにしてます。まあ日本に生まれたら普通に出せるお金でね、で、あと持ってる不用品で、 リスクなしにその Amazon 輸出で儲けるというのにね、チャレンジできますんで、この機会に始めてみたい,いかがでしょうか。どんな商品が高く売れるか、Amazon を使う注意点は何か、効率よく稼ぐ情報を手に入れるなら、私のサポートを受けると良いです。まあ、私の個別サポートを受けていただければ、パソコンが苦手だろうが、英語が苦手だろうが、 何を売ったら儲かるかさっぱり分からなくても稼げるようにサポートしてます。ご応募をお待ちしてます、まあ。応募の際はですね、まずこのメールセミナーに登録していただいて、まあ、あるいはメールセミナーをねご覧になっている方は、今、会、えー、ってマンツーマンでサポートするっていうのもやってますんでね、そちらに、えー、45分無料相談から申し込んでいただいてもいいですし、まあ、この動画を 初めてご覧になった方は、まずメールセミナーに登録してですね、えー、どんな形でサポートしてるのか、Amazon 必ってのはどういったもんか、うんね、や,るやるとどんな風な、えー、メリットがあるか、まあ、その辺を確認していただければと思います。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。